これで全てが変わる。この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命も。フリーザが惑星ベジータもろともサイヤ人を皆殺しにしようとしていることを知った孫悟空の父であるバーダックは、ただ一人完全とフリーザに戦いを挑んでいった。そしてちょうどその頃、下級戦士として生まれたばかりの孫悟空を乗せた宇宙ポッドが地球へ向けて発射されていた。これで最後だ！なに？これでサイヤ人も終わりだな。ああ、さすがフリーザ様だ。ん？なんだ、あのカプセルは。モニター確認。け、サイヤ人のガキじゃねえか。遥か辺境の地球とかいう星に向かっているな。撃ち落とすか。ああ。放っておけ。ここはフリーザの任された地区。自分で撒いた種だ。自分で枯らせろ。俺たちは今日中に7つの星を制圧しなければならないのだ。しかし赤子とはいえサイヤ人を一匹逃がしたとは。サイヤ人を全滅させこの地域を制圧するという計画が遅れているのも皆フリーザのおごり高ぶりのせいだ。フリーザもまだまだ甘い。